母なき娘にかける父の愛情と夢が抱き抱えられるような感情の中に繰り広げられゆくドラマ、さんまの味。何？お父さんね、余計なことだったかもしれないけど、三浦君がお前のことどう思ってるか兄さんから聞いてもらったんだよ。俺にしたってお前が三浦を好きだなんてことまるで気がつかなかったしな。いや、お父さんがうっかりしてたことが一番いけなかったんだ。すまなかった。いいのよお父さん、そんならいいの。私後で後悔したくなかっただけなの。聞いてもらってよかったわ。そうかい。嫁ぐ日近き娘心の微妙さと限りなく深い父の愛情の推移を描いて。いくら借りたの？5万円。余計に借りたからってそんなものに使えないわよ。金は後でいいんだ。三浦の友達がね、新しいのを買ってね。私だって欲しいものあんのよ。それを我慢してるのに自分だけ勝手に何さ。庶民生活の世界を背景に人生の喜びと悲しみをユーモラスなタッチの中に織り込み、人々の善意を静かに見つめ人生の流れを克明に綴る。先生どうです、もう一つ。あんた方は幸せだ、私は寂しいよ。何がです、何が寂しいんです。いや、寂しいんじゃ、悲しいよ。結局人生一人じゃ、一人ぽっちですわ。まあいいじゃないですか、一つ行きましょう。映画界の至宝、小津安二郎監督が全生命的意欲を持って送る小竹映画が最高のスケールによって隙のない演技陣を駆使し、良き脚本の協力者野田光吾と共同執筆になる待望久しき人間愛のドラマ、格調高き小津芸術の感動の巨編、さんまの味。